渡辺火山座像池の原公園、火山遊挙跡、復元の際、取れた用地の関係で、建物の南北が逆になっている池の原公園は、愛知県田原市田原町池の原にある史跡。江戸時代後期の画家、蘭学者で田原藩が老であった、渡辺火山が晩年、罪人として自殺までの数年間を送った住居が、復元されている。現在見られる住居は復元であるが、 1830年代に建てられたものをほぼ再現している。はじめに、ここに住んだのは火山の昌兵によって、天保5年に田原藩のお抱えになった分を、北出身の農学者、大倉長恒であった。彼はこの建物の周辺を実験用の農場とし、商品作物を田原藩の新しい収入源にしようと考え、油な砂糖きびなどを栽培した。こうしたことから、 当時の人に、御産物屋敷と、あだなされた。ただし、成果はあまり上がらなかったようである。日本の石碑の内右が、東郷平八郎による、懸賞碑。左には火山が、自陣前に残した、不中不幸、渡辺昇るの筆が刻まれている。そうしたうちに、天保十年、江戸で番社の獄によって、渡辺火山が捕らえられ、国元の田原で実居と決まった。彼を招兵し、 また家老として力を持っていた火山が失脚したことで、大倉長常は田原での身分を失い、池の原の住居を去った。罪人として田原に来た渡辺火山の一家がそのまま空いた住居に住むこととなった。出居中の火山は絵を描くなどしていたが、2年後の天保12年に住居北側の小屋で切腹した。遺体は幕府役人による検視の後、 城下の城宝寺に葬られた。その後しばらく火山の存在は世間から忘れ去られていたが、1880年代に高野長英などと共に維新の尖閣者として大きく取り上げられ、また火山は終身の教材に取り上げられたこともあり、日本人なら誰でも知っている人物となった。この影響か、住居の東側には火山を検証する東郷平八郎記号の石踏みがある。 武家屋敷が多かった。この周辺では、屋敷の囲いに椿がよく植えられた。現在でも一部が残る。この住居はいつの頃か取り壊されたらしく、建物はなくなっていたが、昭和30年5月に地元の有志の共同出資によって復元された。復元にあたっては、数十年前の取り壊し作業にあたった大工の記憶を参考にしている。建築も有志が行ったもので。 十分豊かではない時代に、有志によって、このような事業が行われたことは、地元田原の人々が火山に強い愛情を寄せている、ことをよく示している。また、同時に、公園内に、渡辺火山の座像が設置されている。また平成4年6月、当時の田原町によって史跡に指定されている。現在はこんもりとした林の中に、こじんまりとしたスペースで火山の旧宅と、銅像。 東郷平八郎の検証碑がある。周辺は、江戸時代には武家屋敷が多く、当時の屋敷は残っていないが、細く曲がりくねった道と囲いの椿に風情を残している。また、つい最近この一帯が整備され、池の玄公園の南側に、池の玄海館が建設された。ここではゆったりとした和室で抹茶を飲むことができる。ありがとうございます。